決勝愛媛対愛知県の対戦が行われます。まず入場してきましたが、ここからあと、約5分間の練習があります。チームのメンバー紹介などをちょっと見ていただいたら説明させてもらいます。まず最初に対戦する愛知県、対戦する愛知県はですね、はい、ここにメンバーあります。いいですかね。はい、このメンバーです。全部一つの学校です。名古屋経済大学市村高等学校の選手が全員です。対します。愛媛県の選手は、対します愛媛県の選手は、皆さんもう何回も説明しているのでご存知のことだと思いますが、愛媛県、これですね、今出てきました、全員新田高校の選手で構成されております。1回戦、2回戦と順調に、特に2回戦は第1シードの大阪を2対0で破ってベスト8に進出しております。本日の対戦相手の愛知県、今現在コートの向こう側にいます。ブルーのウェアを着ております。もうすぐコートインします愛媛県、イエローのウェアを着ております。お互いの対戦は過去なかったんじゃないかと思います。あったっけ、あるか、このラバンのリアチームで、2つのチームの対戦は直接はありません。ただ愛知県のトップの選手、マレーシアに遠征に行ったことがあります。愛媛はもうすでにマレーシアに遠征何度も行っております。ヌサマースリー、マレーシアから見ればこの両県の実力は大体分かっています。特にイズワンコーチにとったら愛媛の実力はもちろん完全に分かっておりますけど、愛知県の実力も分かっております。聞きましたところ、実力は互角です。ただエース力は愛媛のがちょっとあるというようなのが大体のところで、総合力の愛知かエース力の愛媛かという対戦です。愛媛の勝利の可能性も非常に高いです。ただ可能性として五分五分です。今から練習が始まります。ゆっくりと見ておってください。はい、左側愛媛県の、入りましたが、あちらが、コートの向こうにいて打っているのが田中選手、こちら側が西野選手、この2人でずっとダブルスは出ておりまして、ずっと勝っております。もう一つの反面で、ウォーミングアップしているのが愛知県です。ブルーのウェアを着ております。この対戦で勝てばベスト4ということで、歴史のことはあまり完全には、把握できておりませんが、おそらく、初めてのことになると思います。
きな戦いです。現在館内の様子をちょっと見てもらいます。今社会青年男子女子が試合入って次々とコートが空いております。でこれから少年男子のコートインが入っていきます。こんな感じで、で愛媛の観客席おそらくほぼ満員です。ほぼ満員です。ちょっと見てもらいます。こういうような感じで愛媛の応援団入っております。はい、見たことのある顔もたくさんおります。はい、こちらに、高校生女子羽生先生、一番前にはイズワンコーチ、はい、来ております。カメラの位置はこのくらいでいいでしょうかね。はい、練習規定の練習時間が終わりました。まもなく、第一ゲームが始まります。もうすでにトスを行っております。ネットの向こう側が愛知県、こちら側が愛媛県、イエローのウェアが愛媛県です。ブルーのウェアが愛知県です。さらに隣のコートでは試合になります。やはり同じく準々決勝、次愛媛と戦うことになります岡山対山口の試合も同時に開始されております。あ、愛媛行くぞ。はい、出ました、ワンラブ。応援の声が多く聞くとですね、私の声はあまり聞こえないかもしれません。一緒に応援してください。はい、ドロップショットミスが出ました。最初田中選手ドロップショットミス、 3-1 愛知県のリードです。せーの、ボーン。サービスが浮きまして、プッシュ決まりました。ポーチフォーカーさん、よけー。まだ試合に立ち上がりますね。長いラリーはありません。サービスミスですね。もう少し硬くなっているところはあります。はい、ちょっと田中選手連続ミスをしました。6-3。はい、レッドですね。今のは隣のコートのシャトルが中に入りましたんで、やり直しです。イエーイ。
かりとど真ん中にスマッシュが決まりました。せーの、日本6-7。ちょっと前でミスが出ることが多いですね。まだちょっと田中選手まだちょっと十分ラケットをしっかり上げて構えてた方がいいかな。シングル力を考えればお互いこのダブルスを取るってことは非常に勝敗に大きく影響します。いいスマッシュ真ん中、ストップ、ストップ10-8。愛知県リードです。いいラリーの応酬がありまして最後愛知県が決めました。はい、いい攻撃です。 11-8、11-8でインターバルです。ダブルス序盤です。まあ立ち上がりミスも結構出ましたけれども、徐々に田中選手、西野選手良くなっているものと思います。現在閲覧者は30人を超えました。どんどん閲覧者は増えていくものと思います。先ほど言いましたけれども、シングルスを考えるとこのダブルスは非常に大切というんですが、エース力の西野君はおそらく相手のエースよりは強いだろうと呼んでおります。ここでダブルスを勝てば愛媛がぐんと勝利を引き寄せることになります。さあ、どうぞ、いつくぞ、日本の日本です。はい、11-8、愛知県のサービスです。12-8、ちょっとミスが多いですね。前の処理が今一つ、手を出してくれて、カモン、ノーモーミステイガイ、カモン、ポイントいただきました。9-12、13-9、ちょっと前でのミスが目立ちますね。13-9、頑張れ田中、頑張れ。13-9、ミス、前の処理がミスがなくなってくれば
良くなると思います。頑張れ頑張れ頑張れ。サイド西野選手狙うコースは非常にいいところ行ってます。相手のミスを誘いました。10、13。おっと今度は西野選手のミス。14-10。いいスマッシュです。 15-10。 点差が開いてきましたね。5点差です。サービスミス。 OK、 ゆっくりゆっくり、一本一本。 11-15。 せーの、一本。勝負どころです。追いつくか離されるか。この第一ゲームはそこが勝負。クロスに田中が入ってきた。素晴らしい田中、ベリーグ田中選手。せーの、一本。せーの、一本。14-15。勝負どころです。サイドを割ってしまいました。これでゴー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 、追いつきました。15オールです。いやいや、逆転はできなかったところがちょっと惜しいところがあります。愛知県止めまして1ポイント取りました。愛知県16-5で 1ポイントリードです。これを取るのは最後は長いスです。最後スマッシュを決めて17-0です。勝負どころです。ここの1点が大きく勝負を左右します。せーの、1点です。鋭いスマッシュではないんですが、いいコースをついてきました。愛知県リード18-17。あのショット、チェックチェックチェック。西野君レシーブミスをしまして19-17。この2点は非常に大きい。これでも愛知県の方がぐんと有利なんですけども、あともう一本お願い。19で止めた状態でポイントを加えていかないといけないと思いますね。
マッチポイント愛媛が握りました。せーの、日本。せーの、日本。2019。わあ、20オールですね。ここから2点差になるまでですね、ちょっとどうなっていくかよく見とってください。アウト出してしまいました。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、21-20、愛知県ゲームポイント。22です。22オール。26-24、第一ゲーム愛知県が取りました、非常に惜しいゲームでした。気を取り直してまた2ゲーム目頑張ってもらいましょう。一進一退、非常に厳しいダブルスで、どちらが勝ってもいいような26-24、結果的に愛知県が取ってしまいました。愛媛にとっては非常に残念な第一ゲームです。ただ、ダブルスでも十分勝てるというのが証明されました。自信持って第二ゲームを取っていってもらえばと思います。
とここ一番前にカメラ陣取っておりますが、非常にたくさんの人が前を通過します。そのためにちょっと放送が途切れてしまいます。先ほども田中西野頑張って勝負どころのいいところで何人も人が通過しまして、解説ができませんでした。申し訳ありません。あ、そうだ、ここリスタートをしないといけないですね。リスタートです。ちょっと一旦、ここで切りまして、一旦ここで切りまして、素晴らしい、ナイスゲット一応。スタートしました。少年男子ベスト8の戦いをお送りしております。愛知県対愛媛県。現在ダブルスですけれども、第1ゲームは26-24、接戦の末愛知県が、せーの、2ゲーム目が、せーの、愛媛県はコートの向こう側イエローのウェアを着ております。愛知県はコートのこちら側ブルーのウェアを着ております。得点の方は今2ゲーム目は始まりまして、ポイント入りました。せーの、ど真ん中のいいコースにスマッシュ打ちましたね。いいんです。ツースリー、愛媛1点のリードです。最初からご覧の方は分かっていると思いますが、1ゲーム目は愛知県が先取しております。今2ゲーム目、愛媛が1ポイントリードです。4-5、ネット前の細かいやり取りがあります。現在5-6、オッケー、ストップストップストップ、前を人が通り過ぎることがあります。
ご了承ください。どうも通路の前を遮るよりはこの方がいいみたいです。はい、得点をちょっと表示してませんでしたが、リラックスリラックスガイリラックス、セブンオールと愛知県が追いついてきました。ライトが目に入ったんでしょうか。愛知県の選手イージーミスをしました。8-9、愛媛1点のリードです。9-7、愛媛2点リードしました。前に入って処理をして決めてしまいました。愛知県の全員前に入った選手立派です。8-9、イエーイ、ナイスリターン、ゴール。10-8、先手どんどん、先手11、どんどん11、インターバルになりました。インターバルは愛媛が取りまして 11-8、 愛媛3点リードでインターバルです。隣のコート、山口県対岡山県、1ゲームを取ったのは山口県ですが、現在岡山県が 14-8 とリードしております。山口対岡山も実力伯仲、どちらが勝つかわからないような戦いをやっているようです。さて、インターバル終わりました。蒲田中西の蒲田サービスで始まります。 11-8 です。9-11、ヤー西野君のスマッシュシュート12-9。4点抜け出ました。愛知県にポイントです。 10-14。 ストップ、15-10、 愛媛5点リードです。ここから勝負どころです。1点1点加えていかなければ追いつかれてしまいます。
はい、前で抑えませんでした。イレブン、フィフティーンです。そうなんですよ。本人で落ち込んでます。はい、どうぞ。落とした。12-15、2点取られましたね。今勝負どころです。追いつかれるか離すか、ここに大きな勝負がかかってきます。西野君のスマッシュがミスです。フェイスタップ3ポイント連取されました。 13-15。 よーし、バックアウト、カモーン。 16-13、 惜しい1点が入りました。君の肩口に球入ってきまして、 14-16、 じわじわと追いつかれております。甘いクリアしまして、流れは愛知の方に来ております。切り替えて15-16、ここの1点は大きいです。どうしても欲しい1点です。変わりまして、せーの、ラッキーです。何で取りました。ちょっとあれですね、もう少し積極的に行きたいですね。 16-17、 ここからは精神力です。進んでいけばゲームは自然と勝ちます。わあ、ちょっと焦りましたね。 17-18、 点が入りました。がぜん愛媛有利になります。ワイパーです。ワイパーいくぞ。ワイパー、あーミスですね。このネット前での攻防が、ネット前での攻防が、もう稲尾って頑張るしかないです。ここからは1点、本当に勝負です。精神力だけの戦いです。ワンボール20ゲームポイント、19、愛媛にゲームポイントです。20-0。
わからなくなりました。逆転しました、愛知県。マッチポイント21-20、マッチポイントです。長い攻防です、長い攻防です。いいところに球を送りました。逆です。愛媛に21せーの、せーの、せーの、強き強き。白線に嫌われました。西野君のネットにつなぐ球、ドライブ22オールです。また振り出しです。西野選手のラケット、バットが切れてしまいましたのでラケット交換します。はい、少しあの愛媛、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 23-22、愛媛にゲームポイント。23-23。はい、今ちょっと画面では見えませんけれども、バック少しアウトしました。愛知の選手はそれをウォッチしました。24オール、24オールです。何度もゲームポイントが入ります。1ゲーム目も同じように24-25という場面がありました。26-24、26-24、愛媛が取り戻しました。これでゲームカウント1オールです。取り戻しました。ここでまた、リセットをします。また、今回のインターバル2分あります。1分間、リセットのために画面を切ります。また入ってきてください。Yeah!
山田中ラスト、はい、自信田中頑張ラスト田中頑張西野大接戦です。少年男子準々決勝愛媛対愛知の対戦、第1ゲームを26対24愛知が取り、今度逆に第2ゲーム26対24愛媛が取り返しました。1対1、そして今ファイナルゲームが始まります。はい、ストップ。ファイナルゲーム、これは特にそのゲームが始まったスタート、ここでのミスはできるだけ避けたいものです。先に先に攻めていって点数を取っていきたいものです。残念ながら愛知が3ポイント先に取りました。愛知構成です。はい、愛知の2番エンジンが使ってきました。ワンスリー、ここで勝てば勝利を大きく引き寄せることができます。特に愛媛にとってはそうです。おっと、今ネット前でフレームショットをしましたけれども、非常にいいヘアピンとなって入りました。 4-1 愛知がリードです。真ん中に、集中してもらうぞ。中方5-2、愛知がリードです。ウェアの色はですね、今現在コートの向こう側、ネットの向こう側ブルーのウェアは愛知です。こちら側愛媛はウェアを変えまして、ブラックのウェアは愛媛となります。ブラックではなくて紺でしたね。1ゲーム目愛知が抜け出てきました。これは非常に展開として面白くない展開です。なんとか止めないといけないと思います。西野君空振りです。大丈夫、2ゲーム目に非常に神経をつぶつぶしてゲーム展開ありましたんで、少し気が抜けた部分がありますが、7-2とリード広げられております。愛知のスマッシュが冴えてます。愛知が攻勢です。 8-2、 これ以上引き離されるわけにはいけないと思います。6ポイントに何かちょっと考えて流れを変えないと、愛知が非常にいい形で攻めてます。非常に好調です。9-2、点差が大きく開いてしまいました。1点1点取っていかなければ
という間に点に来ました。点3、愛知構成のままあっという間にインターバルにやってきました。ちょっと展開として非常によろしくない展開です。徳永監督のアドバイスが入ります。なんとか流れを変えなければ、この状態で愛知に打たれ続けるとゲームは勝てません。はい、コートに戻りました。愛知のサービスです。チェンジエンドをしまして 11-3、 手前がブルーのウェア愛知です。手前がネイビーのウェア愛媛です。点差は大きく、現在7点差です。 4-11、 もう1点1点取っていくしか何ありません。大丈夫大丈夫、セルブ4、 8点差です。入ってますね。ちょっと確かに強気を求められます。ちょっと消極的になってます。 13-4、 ダブルスは流れ1本で変わるはずです。愛知は1点1点決めております。これ10点差です。 14-4、5-14 だと思いますが、今のはアウトです。 15-6、 愛知大きくリードしました。もう愛媛としたらとにかく1点1点取っていくしか方法はありません。はい、ナイスです。7-15、はい、選手がの汗をちょっと拭いてもらっております。先ほども少し中断がありましたが、今回もまた中断がありました。このインターバル中断っていうのがどちらのチームに、プラスになるかっていうのは分かりません。
おそらくこれは愛媛に良かったんじゃないかと思います。なんか点数取られて舞い上がってるところがありました。落ち着いてゲーム展開すれば自分たちのゲームができると思います。8-15 です。アウトでした。バックアウト8-16-8。ミスが出ました。 17-8。はい、もうこれファイナルゲームです。頑張らなくては試合はどうしようもありません。1点1点です。18-8。愛知はよく声が出てまして、全部攻撃、すべて攻撃してる感じします。9-18。でもまだ大きく9点差です。18。集中して1点1点点を取ってればいつの間にか追いつくかもしれません。とにかくもう頑張るしかないです。愛知は声を出しながら1点1点加えております。 19-10。 非常に厳しいポイントになりました。20-10です。愛知のマッチポイントです。ゲーム 21-10。 ファイナルになって頑張りましたけども、最後は愛知ファイナルの最初にドッと抜け出して、そのままリードを保ってさらにリードを広げながら最後まで行ってしまいました。今のはダブルスです。1本取られました。さっき最初に言いましたように、エース力は愛媛にあると言いました。シングルス1本は確実に取れると思います。次の第1シングルがつないできれば、誰がまあ出るのかオーダーの方が分かりませんが、おそらく中川選手だと思います。中川君が勝って、エースの西野選手にバトンタッチをすれば愛媛に勝機があります。またリスタートをします。ここで、また1分間、機械を止めます。